はい、おはようございます。さこさんです。あー暗いなー。はい、本日ですね、今、今日山の日でございます。ハイカーの皆様、年に一度の素晴らしい日ですね。おめでとうございます。今現在僕がどちらにいるかと言いますと、こちらはですね、京都の左京区のですね、東山、修学院駅ですね、の近くにいます。本日僕がですね、この山の日に、企画する山はですね、江戸中期から伝えられる東山36峰。今までもですね、ちょこちょこっと下見がてらでね、何本か動画上げてますけども、この東山36峰の36座を全縦走しようという企画を立てております。はい、実質はですね、距離が、50弱ぐらいなんかなと思ってますけども、一応僕のスタートはこの修学院駅からスタートしまして、比叡山に向かい、比叡山から、いわゆる伏見稲荷ですかね、稲荷山までの間にあるですね、かなりマニアックな山々なんですけども、その36座分をですね全部歩いてみようという、今回は企画でございます。はい、比叡山がね、熊とかはちょっとまだ出ているので、今回はですね、友人のですね、タカさんからですね、熊スプレーとかもお借りして、装備は万全にしておりますので、まあなんせなんせ今日は楽しくしっかり登っていこうかなと思います。はい、とりあえず一旦ちょっとここ人もいるんで登山口まで向かいますね。はい、とりあえず登山口まで行ってくる。見えてきた。あ、ここからスタート。あの比叡山の一番高いところからが、まあ第一スタートになる。はい、ではですね、まもなく登山口に到着しますので、まあここで説明しながら行くんですけども、改めてですね、今日は東山36峰、こちらの全山縦走をちょっと企画しておりまして、詳しい説明はですね、ちょっと今回新しくですね、ちょっとこの東山36峰についてのそのま地学というか座学というか、そういった動画も上げよう持てるんで、興味ある方よ、見てみてください。もうちょっと深掘りした説明をしていきます。まあ、改めてですね、京都トレイルっていうのがまあ有名ですけども、京都一周トレイルですね。それよりももっとこう遥か、もっと昔ですね、江戸中期からですね、言い伝えられている、まあ東山36峰という、まあ、京都のですね、この山並みを、まあ、映している、まあ、言葉なんですけども、京都トレイルって伏見桃山からスタートからぐるっと一周ですね、嵐山まで。この東山36峰というのはこの比叡山、ここをですね、まあ、数字で表すと1、ここをスタート1として、稲荷山を36番のゴールというか、まあ、と最終番付ですかね。そしてこの間にですね、いろいろなですね、今はもう山として扱われていない地域もあるんですけども、36座、あります。それをちょっと繋いで歩いていくという企画ですね。アプリだったりでですね、正式なこうコースだったり、まあ、公式なトレイルコースではないので、基本的にはですね、道をこう繋げていく里山ルートになるかなと思います。めちゃくちゃマニアックですけども、おそらくこのコースをですね、動画で上がってることもないと思うので、ちょっとまたご興味ある方は一緒にチャレンジ参考にしていただければと思います。はい、ほんな今言ってる前ですね、キララ坂ですね、そこからつなぎでいきますので、早速比叡山登っていきます。ちなみにちょっと今回悔しいところが、正式なルートがないがゆえにですね、1,2,3,4,5,6,7 と順序よくですね、この番号をつなぐところがどうしてもコース上難しいところがあるので、多少ちょっとですね、順番を前後する箇所はありますので、そこだけご了承ください。はい、説明長くなっちゃった、ごめんなさい。じゃあ改めまして、今日ちょっと尺長い動画ですけども、行ってきますね。はい、登山口到着しました。ではまずは第1座目比叡山、そこからスタートしていくので、行ってくるー。
ほい、ライトいらんな。よかった。はい、比叡山登山口到着。ほな、ぐんぐんちょっと登ってきます。キララ坂何度も撮ってるんでね、ちょっとポンポンポンと感じで、とりあえず登りゅー。まあ変わらずの一本道なんですけども、初手からガンガン登っていくので、36本の中でですね、スタートの石座目が一番標高高いので、868やったっけ、西の、じゃあ東の比叡山ですね。はい、そっからはですね、どんどん高度下げてって、まあ次に高いのが大門寺がその辺かな、如意ヶ岳。はい、あとはですね、どんどんマニアックな里山山頂歩きになってくるので、とりあえずここ最初決まりましょう。はい、ではですね、ずっとキラー坂上がって、水の御大神の後ですね、一つのここもランドマークポイントになっているところですね、捕獲もコースからのですね分岐点になってます。よし、ちょっとここで3分4分5分10分11分分からんけど、じゃあ休憩を置いて、そのままですね、一気にケーブル駅までね、登っていこうと思うんで、まっすぐ上ですね。おい、体馴染んできた。んいや、はい、どんどんいい感じ登ってきました。ですね、水の御大神宮の後から進むと次、女人牛馬牛馬結界っていうのかな。はい、ケルンと地蔵さんがあるんですけどね、ここ比叡山もあの延暦寺、霊山ですので、その昔ここからはですね、女性等は、入山ができなかったと、確か言われていたはずですね。はい、そんな歴史がある、まあ、そこの後、ここより先の結界跡になるのかな。はい、行くよ。はい、ではですね、今回先が長いので本当にどん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 カットして撮っておりますが、だいぶ伸びてきて、これ亀岡の方雲海見えるんじゃん。めっちゃ雲出てるやん。雲海出るやろあれ。さあ、こちらなんですが、はい、まずは反対側撮っちゃったね。こちらが、まずケーブル、駅ですかね。ここからまたロープウェイ乗り換えるわけなんですけど、ケーブル駅、そして比叡山の、モニュメント有名ですね、こちらに到着しました。はい、ではですね、まあもうケーブル駅まで来たら、まあ実質観光気分で山頂まで行きますけどもね、なんかスキー場跡上にあるんですけど、そこにねクマがバーッと走ってったっていう情報が一番最近の僕の知ってる情報なので、全然この辺も油断できないんですけど、とりあえず登りまーす。はい、スキー場跡到着。あー、広々して緑で生い茂ってて綺麗やね。はい、ではですね、ずーっと歩いてきて、比叡山山頂のバスターミナルに着きました。山頂があそこの上、もうここからですね、あっち前着きます。景色いいんでちょっと撮りますね。おー、気持ちいいこっちが京都方面、左が、琵琶湖が見えますね。はい、駐車場脇、この坂登ったら山頂。はい、ではですね、東山36本、まず1座目。あー、来たー。比叡山、山頂、あ、848か。
848m 到着です。改めて、比叡山3848到着いたしました。まず1座目でございます。展望なし、三角点はあります。ちょっともう省略します。ではですね、このまま次に2座目宮根山に移ろうと思いますので、このままですね、下り口調でですね、宮根神社が、ある宮根山ですね、そちらの方に、下山しながら2座目寄っていきます。ではもうテキパキ行くよ、行く。降り口調気持ちいいな。せっかくやしね、ちょっとだけルート変えてまあ行ってます。ケーブル駅を迂回してね、回り道して降りれるんでね、まあそれだけ。改めてご興味ある方、いつもながらヤマップレポート、記録残しますので、ぜひ辿ってみてください。赤線ルートはないので完全マイナーばっかりです。今現在京都一周トレイル東山の71番まで降りてきたんですけども、ケーブル駅からの下の景色がええところですね。こっから僕尾根、さっき今一瞬行きかけたんやけど、ちゃうな、こっからマイナルートでこっちから上り返してから向こうにもう一本尾根が伸びてるんで、そっから宮根山になるっぽいですね。ちょっと僕も初見ルートなんで宮根山山頂からは分かるんですけど、ちょっと探りながら行きます。はい、ルートありますね。ただキララ坂コースから外してるんで、倒木で荒れ気味、多分合間塗っていかんとかな。あー、捉えた。ちょっと上がり出したら、リボンついてますね。こっからこの下からぐーっと降りていくような感じ。案外踏み跡明瞭ですね。もうちょっと破ってたんかな思ったら。あー、まあこんな感じね。はい、オッケーオッケー、了解です。ちょっと道がどうなってくるか分かりませんけども、ちょいまあ膝上くらいまでのやぶになってくるのかな。おい、とりあえず一気にやぶになったんで、尾根は一応見えてるんやけど倒木が多い感じ。まあまあ初見で行くルートじゃないね。やっぱり初見っていうかの気持ちよくハイキングで行くルートではないですね。はい、ちょっと気をつけて、なんとかの尾根の方からですね、綺麗に降りれるようにします。ほい、はい、普通に難路、普通に難路、初っ端からこうなるんか。怖っ、気をつけますね。普通に難路だ。2座目の宮根山ですね、までのルートですけども、まあ全然遭難できるレベルやな。人によっては多分絶対不安になると思います。あんまおすすめしんかな、初見でいきなり行こうっていうのは。結構アドレナリンドバドバ出てるんで、だいぶ目ギンギンになって歩いてます。はい、気をつける。まあまあな急斜面の上にこんな感じでピンクテープがたまにしかないんで、だいぶ食らいますねこれ。きついな。いや、だいぶエグかったわ。俺の中では、今もう明らか完全なですね、まあ踏み跡というか、まあルートと言えるようなルートになってきたので、このまま多分尾根伝いでようやく宮根山行けちゃうかな。映像では見づらいんですけども、かなり急の痩せ尾根っていうんですかね、ここがバーっと下が谷になってるんで、ここ気をつけて降りてる。はぁ、あ。あのね、絶対ここはもう、よっぽど自信ある人じゃないと行ったらあかん。すごいですよ。もう、どんだけ僕、尻つきながら、手つかみながら行ってるか。普通に危ないですね。普通に危ないですよ。はーい、気つけて。きつかった。映像がちょっと全然録音取れなかったんですけども、過去一で、間違いなく過去一で僕の中で、きつかったっすね。僕がルートを外し、ルート選択してくってるとこもあるんですけど、尾根なんですが、もうほぼ急で、もうマジ崖やったんですよね。で、つかむきがほぼもろかったんで、同じ場所でもう5分10分何回も立ち止まって、ルート見て、ちょっとずつずり落ちながらで、ね、やっと来れたって感じ。今ね、宮根山のやっと知ってる道に出れたので、ほんまに、疲れた。
すごいですね。僕のレベルにはまだちょっと見合ってへんかったぐらいのコースでした。正直言うと。まあまあ、ただこれで一個レベルアップはできたな。まあこれでちょっと調子のようにしんとダメですけども。普通に危ない。普通に絶対これ危ない道なんで、よっぽどちょっと経験ある方とか大先輩じゃないとダメや思います。はい。ミヤレ山もう着きますよ。着いた。ああ。やばい。だいぶ時間ロスちゃった。はい。二座目の、ミヤレ山234到着でーす。ほんまにきつかった。あ、やっと二座、だいぶ時間ロスだな。これだいぶ落ちたな、時間。くそ。はい、ですね、ミヤレ山。ずーっと本当に崖下りを降りてって、降りたらちょこっとだけこうまた山頂っぽいところがあったんで、そこ登り返したら着きます。こっから下はね、もう本当にね、綺麗な道になってるんで大丈夫なんですけども、きつかった。アドレナリンがもう出し尽くした。下で休憩しよう。とりあえず、ミヤレ山着きましたよ。やっと2座目。とりあえずここまで降りてしまったら、あとはね、知ってる。ここさえ降りたらもう本当にね、里山やけど、ルートは安全な道ばっかりなのでね、なんとか気をつけていけます。よかった。2部構成になってごめんなさい、皆さん。これも無理やわ。はい。では、ミヤレ山からはですね、この山頂の部分だけちょこちょこっとこんな感じになってますけども、すぐ脇下にですね、ま、林道ではないですけども、完全にもう、整備されてるルートがあるので、そこ降りてったら神社についておしまいですね。ほい。はい。ではですね、ふもとのミヤレ神社にようやく、見影神社になるんかな、こっちには。ミヤレ神社へ到着しました。ああ。生きて帰ってきた感めっちゃ強い。はい。ではですね、三座目に関しましてが、石山かな。石山全員があるところなんですけども、こちらはですね、実は山頂がですね、宮内庁、のためにですね、実は山頂踏めないんですね。だから、ふもとのところに石山のですね、一応のプレートがあるのと、近くまで通り道行けますので、そこを通過して一応 OK ということにします。ほな、ちょっと下道から歩いて、一旦住宅街出まーす。はい。では一度ですね、下山して登り返し、梅谷登山口、ここも登れば比叡山のですね、キララ坂の方に一旦また合流するんですけども、そこの間にですね、石山、そして、修学院山を終えて、キララ坂をまた一回降りるようなルートで通ります。ということで、まずは石山、こちらから行きます。はい。では、石山に関しましては、梅谷登山口入ってもう間もなくですね、そこにですね、砂防ダムがあって、ダーッと流れてるところの真横にですね、普通に言ったら気づきづらいんですけど、ちょっと大きな巨石がポーンと立ってるんですね。で、多分石山寺院の分でしょうかね、あれも巻かれております。そこのですね、木の裏側にですね、石山のプレートがあります。ちょっと行きます。改めてこちらは山頂を踏むことができませんので、代わりにまあとりあえず石山のふもとにですね石山だよという証明のための、まあ、プレートといった感じです。こういったところも36本に割りますね。こんな感じ締め縄巻いてますね。後ろを向くと、はい、石山、ここはすぐ着きますね。はい。では石山、3番目に到着しております。3座目ですね。このまま次4座目が修学院山になるんですけども、この梅谷山からですね、またコースをマイナーコースを取りまして、キララ坂の方にですね、ぷいっと横飛びすることができるので、その取り方で行こうと思いますので、行ってきますよ。ほな、早速、じゃあ次4座目、修学院山登ります。はい、梅谷口からですね、沢を渡る橋、2つ目ですね。この2つ目からですね、実はこちらにまたマイナールーターで、つづらでですね、上に登っていきます。こっちから行くとキララ坂にそのまま横に負けますので、そうします。道中結構ふかふかな道なんですけども、だろうな、途中から修学院のところまでは僕また初見ですけど、こんな感じだと思うんですけどね。
はい、余談ですが、門が途中であります。ここより先宮内庁の、敷地です。ここの向こう側がですね山頂なので、 C っていうならこの、石山一番山頂に近いところはこちらになりますね。はい、まあそのまま道は続いてこのまま進んでいきます。やっぱそうやね、地図で見てる限りと実際歩いてる感じでも、このまま真っ直ぐですねどんどん登り続けて修学院まで真っ直ぐ着くようです。すごいな、枯葉でふっかふかや。うわ滑るぞこりゃ。はい、ひたすら登るだけだった。今こうキララ坂ルートで朝来たルートに戻りました。あそこが実はの修学院山頂で、朝は要はここをスルーして登ったんですね。じゃあそこを登ります。はい、梅谷ルートから修学院山までは何も変哲もない単調な、ただひたすら登るだけって感じでした。はあ、体力使った。はあ、山頂到着です。はい、ちょっと残念なことに修学院用のプレートあったんですがなくなってますね。なのでちょっと今回は、はい、修学院山 340m 到着です。はい、では4座目になるんかな。修学院山到着いたしました。こっから下山や。ではですね、こっからはですねまたキラー坂来た道を一回戻っておりましてですね、一回下山します。でそのまま次に続くのが、茶山、一乗寺山、雨竜山、この辺りからはもう一度行ってるだいぶ楽な道になってくると思うんで行ってきます。では修学院山ですね、山頂は特に景観も何もなしなので、降りる、降りるよ。はい、あっちゅ、登山口、比叡山登山口ですね、キララ坂に戻ってきました。でこっからですねまた少し下山、おお、こっからまた降りて少し住宅街抜けて、次はですね満州院の方ですね、そちらに進みまして、そこから、葉山、一乗寺山、雨竜山、茶山、北白川山、この流れで行きますので、一旦ではまた次の満州院の登山口まで移動します。比叡山でお腹いっぱいになっちゃった。見られ山が何回も言いたいくらい強烈だったな。ああ、クールダウンしながら一乗寺山、雨竜山もね何回ちょこっとだけね登りあるんでね、この歩きでクールダウンしよう。はい、ではですね、今現在こちらがですね、満州院のですね、ある通りを南に、下がったところ、漢方とかを育てる、植物園があるところなんですけども、ちょっと説明したいですね。はい、登山口というものではないんですけども、こちらからですねちょっと散策路みたいな感じになっておりまして、ここから山に取り付いて、まず葉山を目指します。葉山もこのその植物園がある、まあ、一般の方に開放されてないはずです。この植物園の敷地がですね大半を占めておりまして、ちょっと回り込みながらですね行くようなところなので、正直この山前回の単独の動画でも上げてるんですけど、ちょっとグレーな山なので、まあ、サクサクっとここは押さえて撮ってしまおうと思います。立ち入り禁止内のルートには入っていないんですけども、その立ち入り禁止内のルートをまたぐ形で一瞬渡るようなところがありますので、そこがちょっと何とも言えんかなっていうところ。はい、ちょっとこういうところはちゃんと言っときますわ。はい、ではそのまま取り付きます。ルートとしてはですねこれね、東尾根と西尾根で分かれてくるんですけども、東尾根着きたいですね。ここは道的には塞がれてるんですけど、ここを渡って、このずーっと奥行ったら立ち入り禁止になってしまうんですけど、そこより手前にですね尾根に乗っかかって、そこは普通に山道として利用されてますので、そんな感じで進んできます。こんな感じで、ね、あそこ立ち入り禁止、ただこっちからですね東尾根取り付けますので、あ、じゃあこれが西尾根に続くんや、ずーっと上がったら、そこから谷渡ってこの立ち入り禁止ルート一瞬またいで東尾根の方に行く感じですね。おい、この辺の山のルートは気持ちいいですね。
標高はそんな高くないからこそのいいハイキングコースみたいな感じ、人がほとんどいないので静かに登ります。はい、ここからなんですけども、これ西をね少し脇から踏み跡があってですね、沢をポーンと渡って、そこダメなルート、そこを渡ってこっち側の山の方に入っていきます。はい、もうこの辺からちょんちょんとここは飛ばします。はい、葉山ですね。もうとりあえずどんどん斜面上がっていってますが、宮有山と比べたら何のことない。はい、どんどん上上がりますよ。はい、ではですね、先ほど言った葉山なんですけども、山頂まではですね、植物園の敷地、内になってくるかと思います。これもよりギリギリのところまでになってくるって感じでございますね。ここからもバッテンもついてましたので、これ以上先ね、実際の 10m 先、以前はここの先プレートついてたんですけども、多分それももうなくなっているようでして、以前見たんですけどなかったです。もう動画の撮影ではもうここまでにしておきます。ピンクテープありというところでございますかね。では山頂にはたどり着くことができないので、一番近くの山頂付近ということで、ここを、葉山、180m 付近というところで、4座目5座目登頂にしておきます。ここから先なんですけども、後ろにですね、見えますかね、ずっと尾根伝いから登っていきます。ここのルートずっと進んでいくと、一乗寺山、ここプレートあり、でそこからはもう京都トレイルに合流するので、もう完全にもう明記なはっきりとしたのコースになってくるので、かなり安心して楽しく歩けます。はい、そんなところですね。ちょっと葉山だけね、なんとも言えないところあるので、もうサクッと飛ばしていきますので、そのまま一乗寺山に行きます。まあ歩きたい方はの山っぷの奇跡見ながら歩いてみてください。はいよ。はい、では葉山から一乗寺山に関しましても、うっすら踏み跡がありますね。だんだんこれ濃くなってきます。ずっと登ってって、最後つづら折りでとバーンとピーク登っておしまいという単調ですけれども、結構登りごたえあります。いく。やっぱり郷土トレイルとか違って、普通の里山連山やから道はあるけども、めちゃくちゃ綺麗じゃないっていう。早く京都トレイル出たいな。はあ、ラスト激急と。さあ、いよいよ綺麗になってきた。綺麗だね。下にね、この山の下にたぬき谷不動院がありますね。ショート動画で上げてるんで、よかったら見てくださいな。もうちょっとで着きます。山頂。はい、ではですね、6座目になるんかな、一乗寺山、山頂到着でーす。熱中症なんだよほんまに。はい、では、6座目一乗寺山に山頂到着いたしました。こちらはですね、景観も何もないですけど、結構山って感じの山頂で、ポコーンと頂についておりますね。ここからもうすぐ裏手側の雨竜山、そして超綺麗な京都トレイルコースになるので、いやーもうここまで来たら楽だわ。あともう大文字まで伏見桃山も大体そこで沿ってくるんでね。皆さん、もしもチャレンジするんやったら、この辺来るまでが結構大変かも。道なき道もあったんで、頑張りましょう。はい、ではそのまま一乗寺山から次、本当はここから順番が次ね、茶山が先なんかな。ここから雨竜山の方に先に移ろうと思います。行く。見てよこの綺麗な道。やっと来た。あー楽しむぞ。はい、雨竜山行きます。道なりです。はい、ではですね、京都トレイル東山59-5、いやー来たねー。はい、このままこの先雨竜山でーす。はい、ではですね、あー着いたー。
こちら今現在、雨竜山の、田貫谷不動院の奥の院に到着いたしました。このお堂の裏にプレートがあります。回ります。はい。ではちょっと狭いので、もう自撮りしますけども、今お堂の真上に来ました。ここにですね、雨竜山301メートル山頂到着でーす。7座目はい。ではですね、改めて、雨竜山なんですけども、36方の順番で行くと、8座目になります。7座目に茶山があるんですけど、ちょっとルート的に効率が悪いので、先に8座目、8番の雨竜山。このままですね、7番の、茶山を降りて、北白川山に降りていこうと思うので、よろしくです。はい。ではですね、雨竜山から茶山まではもう完全に京都トレイルに沿っていったのを進みますので、ほい、そんな感じ。はい、気持ちいいと思います。はい。ではもう気持ちよくここまで歩いてきました。まもなくですね、あそこが葉山の山頂が見えておりますね。はい。ではですね、山頂、今到着しております。こちらがですね、7番目ですね。順番的には8座目になりますが、茶山到着いたしました。はい、この辺まで来るとですね、配管さんも結構もうすれ違ってますので、気持ちいいですね。いろいろ話もしながら。登ってきております。茶山。で、これ今からなんですけど、ここ茶山では山プジョ間違いないですけども、ここのもうちょっと東にですね、無名の山プジョではルートもないです。そこにもう一個ですね、茶山というプレートが本当はありまして、そっちの方が本当は茶山の山頂茶山やろうかって個人的には思ってるんですけども、ちょっとそこを寄りながら北白川山ですね。そこで一旦区切りをつけようと思いますので、頑張るね。はい。では、茶山の山頂からですね、京都トレイルルートに沿いますと、京都レコールスなんですけども、今からルートを外しましてですね、ここで言ったら、今本来こっち行くんですけども、ここの点線の、破線の方ですね、北白川通りという、この奥の方の普段使われない尾根道からですね、ぐるっと回っていくコースになります。ちょっとマイナールートです。ここから行ってみる。おうおお、京都トレイルから外した瞬間に一気に、まあまあ道にはなってるけども結構ゴリゴリ降りるな。はい、ぐんぐん下る。嘘やろ、これ登んの？ここの山頂がね、一応もう一個の茶山のプレートが本来あるところなんで、ちょっと見てみましょう。あ、なるほどね。旧茶山と書いてますね。やっぱり昔はここ茶山として利用されたんでしょうね。そっから移ったんやな。旧茶山到着。これはまあ36本のカウントにはありませんけども。そうやったんや。まあ変わらずルートは綺麗な道ですよ。このままどんどん進んでいきまーす。北白川山までもですね、引き続きずっと一本道、綺麗な、まあ尾根沿いかな、京都トレイルぐらいに綺麗な道です。ずっと歩いてます。あ、お腹減った。今ずっとここ降りてきましてですね、ちょっとこう墓地になるんかな、ちょっと出てきます。で、ここからですね、横側のバブテスト病院っていうのは病院なんですけども、このまま行くとですね、一旦ここで舗装路に切り替わるので、ここに出ます。そっからすぐまた山入り直します。おい、病院出ました。向こうの木が茂ってるところがね、北白川山。一旦ですね、このまま車道を右に曲がってですね、三品に進んでいくと、また林道みたいなところに入ります。ずっと上に上がって三品に行くと、はい、その道の切れ目からですね、左右に道が伸びます。左の方に行くと林道になります。はい。はい、まあ、こちらがですね、北白川山の山域になっているので、標高もほとんどないんですけども、このまままっすぐ行くとですね、またポコッとピークありますので、そこに山頂があります。
ほいではですね、ずっと歩くとねこんな感じの景色なんですが、左にまたちょっとの墓地慰霊碑なんかながあるんですけどね、ここが山頂なんですね。ここにね札がありますのでちょっと見に行きましょう。施工凶悪味何回回避読めへんな、大きなところあるんですけど、こちらがポコーンと山頂になって、はい到着。東山三十六峰九座目北白川山です。はい、東山三十六峰の九座目に来ております。景観は特になしの、三角点も特にありませんね。まあちょこっとしたピークといった感じでございます。ここでね直線距離だけで言ったら大体半分ぐらい、山としてはねまだまだいっぱいあるんですけども、まあまあだいぶでもここまで来たら気持ちいいですね。気分がだいぶ楽になりましたね。はい、東山、北白川山ね、えこんなもん誰が調べんと見つからんで、こんな山よかったらまた参考にしてくださいね。ほんま疲れた。引き続き道なりに進んできますと、そのまままたですね車道に出ますので、京都トレイルのところと合流するかな。はい、はい、東山京都一周トレイル54番到着、降りてきました。東山54番降りてきました。疲れた、どうもきつかった。一旦九座まで来たんですけど、ここでですね休憩を挟みまして、大文字山の山域ですね、そこから2分に移ろうと思うんで一旦ここで区切りますね。ここまでご視聴ありがとうございました。では残りの、2座も、2部もですね、もう今回の多分一気に出すと思うんで、まあ、またちょっと余裕があるときぜひ見てくださいね。残りの36座頑張りますね。では2部へ続く、バイバイ。